上です。ギロです。マジャです。徳川十五代将軍徳川慶喜は寝相の悪さを直すために枕の脇にカミソリを置いて寝ていたロックダンチャンネルです。怖すぎる。危な。緊張感ありすぎる。本日の動画はよ。ソレスのラウル世界大会おめでとう。まあ、そういうことやな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 、というわけで来ましたー。ヤフーニュースにもなってました、このラウール、なんと世界大会出場決定。出場決定。あ、素晴らしい。すごいですね。キッズダンサー2人とラウール3人で組んだユニットっていうのはですね、はいはい、正式にこの大会に出場して、なんと世界大会になったと。バンピー、そう、デコボコって意味のね、バンピーのチーム3人でね、なったんで、今回はその内容についてちょっと取り上げたいなと。はい、すごいよ、すごいことやってる。すごいことやってる。ワールドヒップホップチャンピオンシップって、もう超老舗、もう超老舗、昨今の WOD、トラビスが出た WOD とかもそうだけど、もう昔からある、もう超メジャーな。もうウィルキーをもうこうダンスフルナンバーワンを決めようじゃないかみたいなこの大会の日本大会優勝で世界大会に行くって、いやなんかトラビスももちろんね、そのストリートのシーンで、うんうんうん、WOD でバンとこうコンペティションで戦いに行ってのもそうだけど、うん、もう本当にそれと同じくらい、うん、この日本のラウールのこのダンスを世界に、うんうん、しかもこのダンスのこのストリートの真骨頂に飛び込みに行くっていうのは、うん、もうこれすごいことだし、これは皆さんで応援しましょうよ案件ですから。いやそうですね、もう3人でしっかり見て、いやすごいよ、ね、本当にアイドルじゃないですね。いやアイドルじゃないよ、ダンサーです、うんうん、途中のねドキュメンタリーでも言ってたけどね、はいはい、スノーマンという肩書きなしで、あ、いや本当に肩書きなしで、やっぱそのそこがいいよね。だからそこにちょっとなんかね、うん、苦戦するもがく時間ももちろんあったんだけど、うんうん、やっぱあれ取っ払った瞬間からやっぱりちょっとこうブーストがやっぱオンしたのもあるし、うん、やっぱあれからこうチーム流れもどん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 良くなっていったっていうのは、うん、あるから、いやでも相当な覚悟必要だったと思うけどね。言っても、ね、うん、そうですよね。しかもあれね、途中ありましたけども、期間がね、映画の期間と、あ、そう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 、パリ、TGC も、あ、TGC もかぶって、そんな忙しい中でそれあるみたいな。しかも練習期間なんか2ヶ月弱ぐらい、そうそうそう、50日ぐらいで、ありえないことやってるやん。すごいよ、マジ仕上がりすぎですね。仕上がりすぎやん。いくら、なんだろうな、また別物なんな気がするんだよね。そのスノーマンで、じゃあ別にこういろんな楽曲やってて、振りも、はい、もちろん覚えるスキルもあると思うんだけど、うん、そこがまたそのちょっとこのストリートダンスのコンペティションに出るっていうのがやっぱちょっと難しさというか、ホナツちゃんとユイナちゃんも、そのホナツちゃんはスーパーキッズっていうこの一番キッズで大きい大会のソロで優勝してるし、ユイナちゃんもストリートダンスの大会で優勝して日本一になって、るんですよ。そのジャパンダンスデライトっていうところの、ゲストショーにも出てるし、そのリルワイルドで優勝したんじゃないかな。まあその日本一、もう本当に格が高いそのキッズダンスコンテストで優勝してて、もうそのストリートシーンでもどっぷりこう結果を残してる2人。もちろんラウルももともとストリートの人間だから、絶対そこの凄さ、経歴もそうだし、ダンス力ももちろん分かってる中で、なんかお互いがなんかこうプライドがこうぶつかり合ってこう混ざり合ってる、あのこの揉み込む時間、言ってもこう知り合いとは言いつつも、やっぱその1個チームってなって戦いに行くってなったけど、何層も越えなきゃいけなきゃいけない壁って絶対あるんだけど、うんうん、やっぱなんかあそこのこうもどかしさは、やっぱこう実力者同士がすんなりやってうまくいくとは限らないっていう生々しさをすごくこう、なんだろう、包み隠さず赤裸々にやってくれた、あれはすごく俺良かったなと思って、やっぱなんかちょっと一個違うんだよね、やっぱコンテスト大変なんですよ、うん、なんかこうショーするのとやっぱ訳が違うから、うん、やっぱこう垣根をやっぱね、こう距離感があってずっと言ったりとかした、はい、やっぱりそのチームとしてとか、うん、なんかこう馴染めないとか、はい、なんかこう、うん、ほなちゃんこうもどかしくなる、2人ゆいなと
ラウール君の距離は縮まってきたけど私はそこに馴染めないって言ってましたね。なんかそういう繊細なこう気持ちの部分、内面的な部分がかなりこう左右してくるから、うん、なんかそこのなんか全てをなんかこうダンスのこう難しいんですよだけじゃなくて、うん、この醍醐味っつったら醍醐味、うんまあ、やる方はめちゃめちゃしんどいんだけど、はい、生々しいところをなんかこう裏側を、ね、出してくれて、しかもそこに今回良かったら俺めっちゃジーコだと思うんだよね。ジーコがめちゃめちゃ中華生になった。いやあれねめちゃめちゃバックフォローになったと思うよ。うん、確かに確かに。やっぱほらラウールもトーニーも俺どこ行っても末っ子だから、やっぱ年上としての振る舞い方にこうすごくこう悩みを抱えてるっていうところをジーコが入ってチームの底上げにしたから、もうだから3人だけじゃなくて大いにジーコも、うんはいはい、めちゃめちゃキーパーソンでしたね。ジーコ出るよ。影の立役者ね。いやあれはね相当すごかったね。うん、いやにしてもあの期間であんなにいろいろドラマがあったのに、うん、まあ、本ちゃんで優勝という結果を残す。いやここよね。ここがスーパースター。オチとしては完璧ですよ、完全に。マジで勝つんやったよね。うんうん、これあると思うんですけど。ちょっとね、冒頭もうすごい喋り倒しましたが、ちょっとね、せっかくなんでちょっと、はいはいはい、放送されたやつ見ながらもうちょっと改めて振り返ってみながら、はい、またいろいろ喋れたらと思います。はい、行きましょう。きたー。だから俺もこの同じ感じで見てたワイプと、うん、質が高い。もう違う。うん、質が高い。ここの質から、で、3人、そのソロのこの質がで、その崩し方というか、うん、ここがね、はい、結構違くて。そう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 。いやいや、このスタンスよ。スタンスがもう、このスタンスよ。低いんだよね、基本的に。ゆいなほなつのここもすごい。やばいし、それを割って入ってくる、なんかこの二人に負けない、いやここラウールのサイズでこれやっちゃうっていう。うん、目がいい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 。そうそうそう。泣いてたほなつちゃんじゃないのよ。確かに。いや。いいよね。うん。いやー。いや、怖い。うん、ああいやあのね、これなんか同じヒップホップビートの中でもこのこれ結構ソロのギミックとこれなんだろうな、ちょパントマイムじゃないけど、そうまたリズムダンスって感じじゃないと思うんだけど、表情で弾き込んだり結構ためにためて、こっからね、こっからクラシカルヒップホップの、うん、そう結構ここまでは結構手を使って、うん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 、手を使ってる、まあ、ステップ構成移動を含め、まあこうアーム上半身が結構強く出るヒップホップスタイルから、うんうん、ここで一気に落ちすんでる、ブンブン、ここで一気にそう、ここね、一気にこうニュアンスをガクンとここで変えてくる、表情もいいし、一気にガラッて変わるしね、ここからちょっとこう線の表現がここで一気に強くなる、うん、ここのカノンすごくいいな。いやーこのバイブレーションいいね。ラウルのソロ、いやこっからね、うわ、うん、先生も言ってたけどここをやっぱりラウ一人でやった方がいいっていうのを、まあ結果論じゃ結果論なんだけど多分そう思うし、うん、やっぱこのソロって、やっぱこう3、
俺のこのソロ理論なんだけど、この要は3人で踊ってるこのグループを、この熱量をじゃあ100だとする、3人で100作ってますっていうのを1人でこの100を切らさずにやるっていう、だから3人で踊ってる俺的に単純に3倍出力出さないとこう下火になっちゃうわけ。そうなるとソロって別にやらないでずっと3人で踊ればいいじゃんって俺の極論なんだけど、この理論があって、だからソロやるんだったら俺とかは5人とか6人とかのチームでやったりとかする時のソロはもう5倍頑張るとか、この出力はとか、うん、なんかこう武器になるというか、要はこの落としどころというか、この展開の一つになってくるわけだ、ソロってやっぱ注目がってなってくるし、やっぱ個人だから出せるこうニュアンスっていうのももちろんあるから、やっぱそこのなんかいわゆる重責ではあると思うんだよね、今回ソロラウールこんなにこう大々的にやってるから、まあ、それをしっかりラウールカラーを出しつつ起点、作品の起点にしてかますっていうところに、やっぱここはさすがの、 あの、まあ、TGC でのパフォーマンスもそうだけど、さすがのこうスキルをこう提示したな、完全にここキームーブだったもんね、色がこうガクンとこう、ちょうど真ん中の位置で、うん、いい、ここ一番いわゆる中だるみってところしやすいところで、さらにブーストをここでかけてくるこのラウールのこのソロ力っていうのは、モロハの剣ですよ、いやモロハの剣、そう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 、それを一人でやっぱ担うっていうセクションをはやっぱここすごく緊張するだろう、プレッシャーかかるだろうなって思うね、うん、よかったな、よかったよ、ここユイナホナッツの2人でつなげて2人、うん、ここの炊き方もいい、やーはい、来た一番 BPM がね、ここ最後ラッシュだね、そう、わかる、いや同じこと見た押し込みたい、そう、そうそうそう、うわ最後のニュアンス絶対むずいよな、最後のニュアンスむずいよな、しかもビターっとこう止まるからね、うんうん、やっぱああいう細かいところにニュアンス揃えたりとかするのも難しかっただろうなっていうふうになんかやり手からすると思うんだけど、俺的にこのやっぱラウールソロがかなり起点になってるのは後半の切り上げ、ラウールが出せることとユイナホナツ姉妹が出せるこのラッシュ感っていうか、技術のこう手数の多さっていうのがここにせーのガッとこう畳みかけてかぶせてくる感じも流れ的にも好きだし、展開的にもすごく良かった、うん、で終わった直後にここからラストスピードが速くなる、うん、そうで高弘先生も言ってるけど押し込みたい、いや本当にその通り、もうラストこのスピードでもう技術なりもうあとやり残すことがないようにガン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 詰めて最後のこううわーってラッシュに近いもの、本当に押し込みたい、おーっとそれでおーって感じで、そう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 って感じ、ここしんどいところだけどね、もちろん疲れてるし、ここ押し込めるかどうかで変わってくるね絶対に、いやすごいな、いやあれだけこうパワーとこうラッシュがかかった直後に最後のニュアンスフッて落とせるこの冷静さ、うん、っていうのはやっぱすごいな、なんかこうコンテストのやっぱ取る流れは流れだよね、なんかそのフレームっていうかこのまあ脚本で、まあ、台本っていうか、まあ、そのストーリー展開はもう本当に言うことないというか、もう絶対にコンテストを抑えなきゃいけない流れをすごく踏襲してる、うん、でだけどこれだけではダメ、ただレールの上だけではダメ、もちろん個人の技量がやっぱり必要、うんうん、それはそう3人のそもそものダンス力もそうだし、うん、そのシンクロ率、内面のその心の距離の近さとこのシンクロ率の高さっていうのはもちろんユニゾーンにおいてはすごく大事、それが頭とお尻に来るんだけど、うん、最初のユニゾーン、最後の高速ユニゾーンっていうのもそうなんだけど、やっぱこのソロをしっかりやりきったラウールもそうだし、どれだけ近づいてもやっぱ2人もやっぱりねラウール君にっていうところだと思うんだけど、あそこに負けずにあの2人があそこに食ってかかるようにあのこう出るのはなんかあのむき出し感も俺すごくいい見え方になったと思うし、なんかああいうユニゾン以外の
起点のになる時間も俺はすげえ良かったなと思って、いい見えよく見える内面状態がすごくこう、もう整った状態で出るからこう見える感じだったんだろうなと思って、いやこれはねすごく普通にいいんだよね、いやマジで、いやさすがですわって感じでした。そうですね、コンテンツとしてはねもうめちゃくちゃ完璧、すごいですね、うん、いつもなんかラウールの完成したショーばっか見てるけど、今回はちょっとドキュメンタリーでその途中の練習風景まで見えてくるから、一番印象的だったのはそのラウールが練習途中にこうむずいみたいな感じで、めっちゃむずくてちょっと折れそうになるとかね、くじけそうになってるところがうわっ、なんかすごいなんだろう、心に来たっていう、いやあれそリアルだよね、リアルですね、確かに、そっからまた練習重ねて最後のその大舞台に持ってくるっていうのが、うわやっぱラウールもめちゃめちゃ練習してんだなっていうのは、そうだし、やっぱりなんか別物だっていうの多分当人もやっぱ分かってるよ、だってドーム4大ツアーやってる、あんなに2万人とか何万人の前に立ってる人間が一ダンスコンペティション、まあ言えば世界大会って言ったってまあ800人、まあ、対1人に対しても800人のお客さんと1万何人って、やっぱ全然こう陣圧が多分違うと思うんだけど、でもそれでもやっぱり相当裏ではやっぱシュッシュって感じだったから、なんかすごく好感というか、なんか同じ感じがして、人間味を感じれて俺は良かった、そのあーってこううわ振りうわみたいなのも、あ、人間なんかまあいわゆるまああるあるというか、まあ、俺らうわみたいなむずみたいな、まあ、やばい体力持たなくて全然パフォーマンスできないとかって、だかその人間的なその部分のこう悩みとかも見えたりとか、こう直前のバックヤードもそうだし、なんかそういうところを見れたのはすごく良かったよね今回ね、めちゃかったっすね、いやすごいよ、そうですね、そこの苦戦する部分、振付師さんとかとのやり取りとか、夏ちゃん、ゆいなちゃんとのやり取りとか、すごいやっぱリアル、そうだからね、やっぱ込み込みでやっぱ今回さ見てるからさ、なんかその多分これ単品で見たらうわすげえすげえって感じだと思うんだけど、いつもね多分俺が画角外に出たりとかあると思うんだけど、いや今回のドキュメンタリー見てるからね結構ね生々しく見ちゃうし、まあ、だから俺結構最後の高広先生のあれだったよ、もう応援いけいけいけみたいな押し込め、いやもういけ押し込めラストいけいけみたいな、確かにね今回間見てる勝手がちょっとあるし、勝手からみたいな、なんかこうだからメンバーみんなさなんかうわーいうわーいって言うかさ、もういけみたいな感じで応援だと思う、さっくんとかもそうだったと思うんだけど、ね、結構こうみんなこういう系だと思う、うん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 、いやもうなんかそういう見方、なんかで初めてしたかもしれない、そうね、でもなんかすごく良かったし、なんかこう世界大会ねまだ続くからさ、なんか次またどういうドラマが見える、そうですね、確かに作品になるのかすげえ楽しみだけどね、一番意外だったのがなんかひとみ先生もなんかすごい先生、その動画にも出てきましたけど、すごいガンガン行って、もう強いチームを育てるし、ダンスでも出てたしね、そうそうそう、でメンバーもそのチャンピオンみたいな人がすごいいっぱいいて、なんかもう練習とかもうすごいすんなり行ってて、なんかもう先生がガツガツ行ってで、どんどんレベルがもう極めていくみたいな、そういう流れかなと思ったら、意外とみんななんか遠慮っていうか、やっぱそこのチームワーク最初取れなくて、先生もそう気使うし、気使うんだとかも思ったし、なんかその練習、その3人の雰囲気も、なんか最初はこんな、なんだろう、ちょっと会話もないし、ちょっと離れた感じなんだっていうの、そこもなんか、うわなんかリアルだなって思ったし、そこなんかやっぱチームワークってめちゃめちゃ大事なんだなって、そうだね、大事、すごい感じましたね、ひとみ先生もそうだし、やっぱ本当にさっきも言ったけど、ジーコもやっぱ今回のメンタルバックアッパーとしては多分めちゃめちゃで、直前もね、式上げたりとかっていうところもあったから、もうだから3人はもちろんそのプレイングはするんだけど、それにあたってママのサポートも絶対あるし、でも総力戦よね、総力戦っすね、なんかそこの裏側だから3人だけじゃないんだよっていうところがこうリアルに全部伝わったのがね、なんかすごくいいコンテンツだったなぁ、いいコンテンツ、スタッフもさ、練習ちょっと早く切り上げて、ちょっとチームワーク高める時間作るとか、なんかそこをなんか気遣いすごいなみたいな、ね、だから番組、まあある種その、まあこうコンペティションのこう競技者として、
のこうメンタルを考えた時に多分番組制作スタッフが入ることってどうなのってなるところをしっかりこうプラスになんか働いてるところっていうのをこう見た時になんかうわすごくいいなんか関係性というかなんかこうメンバーというかまあメンバーだよねそれぞれの仕事で出せるベストを出してったなっていうふうに思うからまあ、全てが積み重なったこの結果だなっては思いましたね。すごいね、うん、実力だけじゃなくてそこのメンバーの支えとかね、うん、そういう線も含めてっていうところなんでちょっと今回、ねうん日本一なるかというとちょっと今回こういう企画をさせてもらいましたがね、うん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 次世界大会がいや本当にまた多分大変なことは大変それはそうそれはそうそれはそう、うん、また世界だと場所も違うからメンタル的にも大変それはそうそれはそ う, そ, う, そ, う, そ, れはそうまあ大変だけどねまあここをどうこう歩んでいくのか、うん、修羅の道をこうどう歩んでいくのか、うん、またすげえ楽しみだから ね, す, ね、うん、すごく応援したいですというわけで皆さんでラウを世界一に応援するということで我々も応援していきますので引き続き見ていただけたらなと思います。はい、じゃあそんな感じでねちょっとこの感じですやけどまた楽しくワイワイスノーマンいっぱい見ていきたいと思うので、はい、チャンネル登録高評価通知オンにしてまた次の動画で会いましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。